県議会は今日、能登半島地震の被災地に義援金を送ることを全会一致で決めました。議員1人当たり1万円と互助会からの拠出金合わせて50万円です。我々議会としましてはですね、被災地の復興に少しでも資するよう義援金をはじめですね、高知県あるいは日本全体でですね、被災地を支えてまいりたいと。県議会はこれまでにも2018年の北海道胆振東部地震の被災地に義援金を送っています。